アンジュルムチャンネルをご覧の皆さん、アンジュルムでーす。さあ、今年の1月から募集していた新メンバーオーディションアンジュルムオンリーワンオーディションですが、ついに合格者が決定しました。やーい、結構ね、長らくお待たせいたしましたけども、ついに決まりましたよ。やったです。ドキドキ。それでね、もう早速ですけど、ここで合格者を発表したいと思います。そうですよ、もうです。早いぐらいですか。何人ですかね。何人だと思う。一人泣きもして、あれ、ここに。ドキ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 ですよ。いいですか。はい、いいですか。いいですか。りんちゃん、りんちゃん後輩だよ。そうだよ。ドキドキ。ではもう早速呼びましょうか。それでは新メンバーどうぞ。おお、一、二、三、来ました。それではですね、順番に自己紹介してもらいたいと思います。では元気よくお願いします。はい、神奈川県出身、中学1年生、13歳の松本若菜です。イエーイ、やったー。イエーイ。じゃあ盛り上げていきますか。ね、なんか趣味とかある？特技はテニスです。特技いいよ。はい、特技いいね。特技でもいいよ。はい、続いて。はい、千葉県出身、高校2年生、16歳の川名凛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか趣味とか特技とか何かありますか？特技は、バイオリンが弾けます。かっこいい。アンジュルムにはいないタイプですね。そうだね、バイオリンいつかね、見たいですね。そうですね。じゃあお願いします。長野県出身、高校2年生、16歳の為永紫苑です。よろしくお願いします。趣味とか特技ありますか？はい、趣味は神社巡りと、あとドラムを叩くことと、何を？ドラムを叩くことと、あと筋トレをすることです。お、はい、こんな3人の新メンバーですが、合格発表当日の映像がありますので、ちらっとご覧いただきましょう。どうぞ。あ、もう来ます？失礼します。こんにちは。あ、じゃあここまで来てください。じゃあ、お名前と学年と年齢をお願いします。はい、松本若菜、中学1年生、13歳です。それが人間と戦いだ。もっと気にもなれず、雲の上の瞳上げてるだけじゃ惨めだよ。限りあるモーメン、命ごと輝いてありったけ冒険。悲しみも乗り越えて、限りあるモーメン、悔いだらけだとしても前を向きたい。何のため生まれてきたかを
質疑応答を私たちからしたいと思うんですけども、はい、若菜ちゃんはどういう性格ですか？几帳面って家族からは言われます。はい、では、はい、はい、ベラ、勉強は得意な方ですか？はい、得意です。あ、すごい、すごい、すごい、特に特に特に、そう、数学ですかね。すごい、はい、アンジュルムで好きな楽曲を、どんでん返しが好きです。すごい。じゃあアンジュルムに入ったとして頑張りたいこととかありますか？やっぱパフォーマンスをかっこいいので自分もこう劣らないように頑張りたいなって思います。どんな風になんかなりたいとかあるかな？やっぱこうやっぱ私がアンジュルムを見てて何度もこうたくさんこう勇気もらったりしたので、また自分もそういった勇気あげられるようなパフォーマンスがしたいなって思います。じゃあ若菜ちゃんはアンジュルムに入りたいですか？入りたいです。はい、そうですか。じゃあこれから私たちと一緒にアンジュルムとして頑張っていきましょう。若菜ちゃん合格です。おめでとう。最終審査って言って来てもらったんですけども、はい、合格っていうのを発表しました。おめでとう、かなちゃん。じゃあ、ちょっと、よいしょ、いいですかね。おめでとうございます。おめでとう。ごめんね、驚かせちゃって。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。では、名前と学年と年齢をお願いします。はい、川名凛、高校2年生16歳です。はぁーぼ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 ー、何のため生まれてきたの？もう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 、どんな風に生きればいいの？間違いもするし嘘だってつくし、それが人間と誰か言った、もっと気にもなれず雲の上の人見上げてるだけじゃ惨めだよ。限りあるモーメン、命ごと輝いてありったけ冒険、悲しみも乗り越えて、限りあるモーメン、悔いだらけだとしても前を向き、誰誰かきっと君のことも気づくよ。もう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 、何のため生まれてきたか。もう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 、いつの日かわかるのだろうか。アンジュルムにもし入って自分がこのなんかメンバーより自分はここができてるとか、これできるようになりたい、強くなりたいみたいな部分ってあったりしますか？誰よりも笑顔が素敵な人になりたいです。はい、アンジュルムを好きになったきっかけは何ですか？ハロープロジェクトさんがずっと大好きで、それでスマイルエイジの時から全部が好きだから、その当時から見てたわけではないけど、雰囲気とかすごいみんなが明るいところとしっかり真面目なところがすごい
ギャップがかっこいいなって思って好きです。ありがとうございます。何かありますか？はい、りんちゃんどうぞ。アンジュルムに加入してこれを頑張りたいなって思うところあります？かっこいいところと元気な明るいところのそのギャップをもっと出せる人になりたいなって思います。どんなライブをしてみたいですか？ステージに立ちたいとか。ダンスを一人でソロダンスを踊ってみたいです。すごい。ダンスが特技なんですか？今まだ少しやってる程度なのであんまり実力はないけどいつかできるような人になりたいです。じゃあアンジュルムの曲でここのなんかパートを踊ってみたいとかありますか？すごい。裏派の感想のダンスはすごいかっこいいので、すごい踊ってみたいです。なるほど。りんちゃんはアンジュルムに入りたいですか？入りたいです。アンジュルムに入ったらここを頑張りたいとかそういうとこありますか？明るく頑張りたい。笑顔で、すごい、なんかもう元気な印象で、見てる人が元気になるような、に頑張りたいです。わかりました。それではじゃあ、これから一緒に私たちと頑張っていきましょう。河野凛ちゃん、はい、合格です。合格です。これから私たちと一緒にアンジュルムとしてやっていくことが決まりました。おめでとう。おめでとう。しゅんちゃん、これから私たちアンジュルムと一緒に活動していくことになりましたのでおめでとう。おめでとう。アンジュルムの新メンバーです。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ごめんね、ちょっとソーシャルで気をつけてる気持ちが気をつけてる。いや、かわいい。そう、今日は新メンバーということを伝えに私たちが来ました。どうですか？どう？びっくりした。びっくりしたよね。そうだよね。先生がこんな感じとか、こんなに人がいるから。そうだよね。りんちゃん。ということで、しおんちゃん、これから一緒にアンジュルムとして頑張っていきましょう。おめでとう。
さあ今ね映像見ましたけど、はい、改めてね初めて多分自分のね映像、まあ私たちもそうだったけど、はい、見たけどどうでしたか？はい、あの思っていたよりも顔が引きつってて、あの緊張してるのがすごく伝わってきました。え、あの時はどうだったの？こう扉開けてさ私たちがいたじゃん、はい、それどう、もうどういう気持ちだったのその時？あの部屋を間違えたんだと思って、あの一回戻ろうとしたんですよ、うん、そしたらあいいんだよって言ってくださって、うん、で本当ですかみたいな感じで、うん、あの、はい、入りました。へえ、りんちゃんどうでした？なんかすごい見てるのが恥ずかしかったです。いやでも一番なんか自分の映像恥ずかしそうに見てましたよね。ねでもね、そんなね、びっくりするよね、急にね、何も言われずにね、アンジュ全員いたらね。しおちゃんはどうだった？はい、私はその当時のこと結構よく覚えてるんですけど、うん、すごい頭が真っ白で、うん、耳がもう熱くて、うん、で何を自分で言ってるのかがわからない状態だったので、うん、こう今映像を見てみて、もっとちゃんと話しなよって思いました。じゃあ3人はいつこうあ自分はアンジュルムに入ったなってこう実感とか湧いてきましたか？本当にこう発表直後は全然実感が湧かなくって、うん、家帰って、うん、あの毎日日記をつけてるんですけど、すごい、あの次の日その日当日書いた日記を読み直して、うん、なんか噛み締めてました。それさ、なんて書いたの日記には？その日でもすごい嬉しいってことがひたすらに書いた気がします。はい、嬉しいね。私は全然1週間ぐらいずっともうそんなありえない夢なんじゃないかってずっと思ってたんですけど、うん、あのアンジュルムのライブの映像とか見てすごいだんだんすごい自分がその本人メンバーに会って、うん、会ったことを思い出して、なんか自分がここに入るんだってだんだん考えられるようになりました。おー、いいね。しおちゃんどうですか？はい、私はあのその私も全然実感が湧いてなかったんですけど、こう、まあ、だんだんこう日を追うごとに実感は湧いてきたんですけど、うん、今この瞬間あのしっかりと実感が湧いた気がします。うれしい。今回見ていただいた映像はショートバージョンですが、オーディションから合格までのドキュメントも後日 YouTube でアップしますのでお楽しみにしててください。さて今日はですね、新メンバーの3人にお知らせしたいことがございます。3人のメンバーカラーを発表したいと思います。そうなんですよ、まだね今誰も知らないんですよ、うん、3人のメンバーカラーということで、今日はもう早速ね、はい、発表しちゃいたいと思いますので、はい、じゃあ準備の方お願いします。それでは3人一斉に箱を開けてください。どうぞ。せーの、私は白色です。はい、さかなちゃんはホワイトです。私は緑色です。はい、かなりんちゃんグリーンでございます。はい、私はピンクです。はい、しおんちゃんはピンクです。あのモモナが濃いピンク、はい、ホットピンクで、あの薄いピンク、かなと同じ色ですね。そう、もともと中西かなちゃんがあのやってた色と同じ色です。はい、いということで、はい、こんな感じになりました。はい、ということでですね、無事にメンバーカラーも決まったということで、この11人での初パフォーマンスの場は12月9日に日本武道館で行われる船木結ぶの卒業公演を予定しています。ぜひ新メンバーの初パフォーマンス、そして船ちゃんのラストステージを見に来てください。今後はですね、この3名を加えた形でアンジュルムスタートしていきますので、皆さん引き続き応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上アンジュルムでした。バイバーイ。